ルフルフ、ユキさんとユキさんとループてか、前回も俺ルフルフって言ってたような記憶がなんか俺マイクに入ってた時ループループちゃん行きますよ誰だよさ あ今日ブランカだ殺しに来たそう、昨日宣言したもん、明日俺はブランカで出る。あ、そっかそっか、そうシードがかかってからだ、2枠目。だって矢部さん今5ポイントだから、現在暫定3位だから。やばい、屋根が取りに来た、取りに来たぞ、屋根がシード2枠目をかけて取りに来た。今日はブランカだ。対するはピーグルの今日。おお、奈落、え、奈落が電気潰した。あれ判定強いね。いやこのブランカ本当強いんだよね。強い。あーピアリスが前に来た。これは苦しい。3秒だった。おっとボディがオルシナゼと触って、いやいいって、うわ、そういうことするあれどうやって変わるんだろうね。ワンブロして奈落落としてダウンさせるしかないのかな。さあ始まった、P ブランカだ、 K ブランカ。さあお互い電気をビビリ出して威嚇してるだけの試合だ。おうまい、しっかりつなぐ。これは感覚確定確定確定。ちょっとリバラめり込んだね。あごめんごめん。中堅 K ギース対 P ブランカ。おー、あのライコのセンターがやらしいライコ強いね、あれね。ブランカの超ジャンプ落としたよ、あれ。お、強え。リバサライコ。わー、悪いけど。これは、最悪。やっぱり、なんかそんな気がした。これ、ブランブランブラン。気絶回復目的でも無難だよ。あ、怖い怖い。この割れそうな状況なんとかしたい。おっと、うまい。おー、ユキさん、かっこいいぜあそこから立ち回りでギースを葬った。そして屋根の最後、暴力の計算とやってしまえ、そんな計算とやっちまえ、ユキさん完全にやるさんウェイだし今日はね、もう完全にやるさん強キャラさんに使ってもう殺しに来てるんでね。あ、怒らせたいな、これは。せめて怒らせたい。お、怒らせた。おお、まあ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 、でも怒らせてゲージもね。そうですね、これはキャミー有利な状況かあるぞ、これは。さあやれるペースアウト、異常に出るか。開幕走る、投げる、投げる、おー、追いついちゃった。あ、投げ返す、うわー、いって、やー、減る。でもスピードの圏内か、スピード圏内、これ残るか残らないか。いや、しかしケースアウトが一気にいくぞ。ああ、逆転あるか。おっ、あー、出なかった。ワッチあるか、圏内どっちだ。スカッシュだ。ギース倒したのに。いやー、惜しかったな。次、じゃあ、ユキさん連戦、ユキさんと、トム兄さん。さあ行きましょう、ユキ VS、トム兄さん。この2人の対戦見たことないですね。このトム兄さんは相変わらず軽山崎先方シフト。さあこの火力差をユキさんどうフォローしていくかね。この組み合わせどうなんだろうね。
トム兄さんも魂の K 山崎で軽強なんかに負けたりとかだったよ。お、攻めてる軽強が割れた。すごいね、あっという間に割れちゃったよ。あー怖い怖い。あっと段階比はしっかり取られる。しかしトム兄さんもこっからプレッシャーを与えていきたい。怒りがお、さあ75式がしっかり刺さる。エビ使いもう一回コーナー投げ狙うけど外した。ちゃんと反撃、小技暴れ、小暴れで、さあお互いジャストのブロッキングの応酬。なん、何のシャドウした。あれはドリル、ね、ギロチンだね、ギロチンか。でもなんか結果的に問題なかった。さあトム兄さんは山崎でもう少し頑張れるか。ユキのピーブランカも歴戦後の強者に変わりはない。ギオチーそんな気した。ブルル7割ぐらい減ってるか。ヤクザ昇竜が。あのギロチ一発で一気に形勢が変わった。ものすごい活躍したぞ。すげえ減った、減ったね、減った。怒りプラス根性補正、根性補正で。さあ有利な状況なのはトムリさんか。でもねユキさんね下がった線上手なんでね。でもユキさんほんと下がった線うまいね。うん、下がった線ほんとうまいんで。届かない。ピーブランカで計算と、いや落ちねえなあのトビ。これピオルじゃね。回復した、回復したね。さあケースアウトが逆襲に出る。お、あ、さあ割れそう。一度割れて、さあチューパーバーガーで手痛いダメージを叩き込む。あれはアバカは空振るの。チューパーアバカにしたのはさあピーブランカが空振るの。空振らない。タイガーが当たって、ここはケースアウトがしっかり取る。最初に出てくるはケーキャ、あ、し、ピーキャミ。さあさっきはケイサガトにやられてしまったが、これ芸術家でも殺しておきたいですね。あ、そうだね、確かに、うん、もう一回勝っちゃうからね。そうピーキャミとしてはここはもう芸術家でも倒したいところ。残っといたい、残っといたい。おえ、減った。あー残した。おお、レイド出し切る。おお、まあ最後あれは削り込みでしょ。そうですね。最初に出てくるはトム兄さん自慢のケーブランカー。おブッシュが高すぎて当たらない。お、さあトム兄さんがちょっとかく乱気味に動いている。さあ追い込んで、この根性補正のかかっている状態でスピードが食らうととんでもないことになるぞ。スピンドライブが叩き込まれる。これはまだ、ああびっくりじゃなかった。表飛びを食わってしまった。何を読んでいたのか。さあ、トム兄さんと、屋根さん、さあここは、ループなしだね。1位通過決定戦。かけるでしょ。
珍しいね、ゆきさん予選落ちってゆきさん予選落ち珍しいねいつも大体上がってくるのにさあ、始まった、屋根 VS トム兄さん、よかったお、俺さ、もう早くも声枯れてきたんだけどだんだんねあーデッドリーがいい感じに刺さってしまう。あ、でもよく見たら屋根さんギース戦法ってことは山崎殺しに来たんじゃねこれさあ中継でいくわ、K サガット、いいよ、屋根が完全にねシード2枠目取りに来てるんでね、うわー怖い怖い、デッドリー狙ってるぞ、よっ、ここで倒したい、ギースは倒したい、おおいい読みの上キャロー、あれギース走ってたら危なかったけどなまあ当たるか、当たったから結果俺当たればええねんって誰かが何か言ってたような気もするけどさあ中継出てくるケイブランカ、LA カウンターヒットでモリモリ減っていく、さあトムニーさんこれまだ怒り使えるぞ、さあ、あ惜しい惜しい惜しい、今ねジャストからねコパン刺さっていけると思ったんだけどねしかしトムニーさんまだ負けちゃいけない、大将列車に、あよく見たら屋根さん列車にケーブルなんか中堅シフトだったんだ、さあ差し詰め下がったでブランカ相手はやりたくなかったのかお互いプッシュバスターしてる、あああるよ、スパコタレコミは一気に殺せるぞ、さあケーブランカ対ケーブランカは動き回り合い、オッケーか、しかしこれは苦しいな、もういかれねえなこれ、ジャスト5回ぐらいやんなきゃ無理あ無理無理無理ヒデブもうダメだった、はい、じゃあですね、1位が、ルークで2位がトム兄さんで、B リーグさっきね3人並んだとこをもう1回やります、 ありがとう、じゃあ、さっき3人一緒に相並んだんでそこをもう1回ミサ今やってるか、じゃあ、先にもう1人の方誰だ、キムチ VS ベア再戦です、で今度は2周目だから、あの何人生き残ってるかが重要よ間違って3立てとかしたらね全員一緒いっぱい並んだ時もうほぼ勝利確定だから、あなた本当強いね強えよでもあれだぜ、あの山本さんを止めないと仮に1位になっても山本さんが2位だったら山本さんのシード確定だからそうだよね、優勝してもねそこが上がっちゃったら誰か山本さん純潔でぶっ殺せばいいんだよさあ、そんなこと言ったらで始まった、ベア VS、キムチ先鋒戦 C キャビー対 K ライデン
再生もう始まっ、次始まっちゃう、今やってる試合終わったら次あの負けた方が兄さんだから。さあ、シーギースが中継に出てきて、あーライデン強いな、やっぱりレアさんの魂の気はライデンはやっぱり簡単には、おあデッドリーしっかり出す、ジャイケン死なれ死ねー、これはいやー痛すぎる、あれ何が正解なんだろう、暗転後に電キャンジャイケンで突っ込むことあ、電キャン中レッドでいいのか、さあシーギースが相当減らされた状態、これベアライデン相当活躍したな、うわいいぞ、さあしかしベアのサートを負けていない、前に出る、さあ最後飛びが下がって、まあ行かれたからまあまあ仕事したでしょ、ギースも大将に出るからレショニシーサート、このキャラでまだ2打点は可能だ、おおうまい、いいね、キムさんなかなかの差し切って足掛けるのは勇気あるよあれさあさっき男魂で逆転を見せた樋口のシーサートはまたこのケーブランカーを倒すことができるのか、ショージャップにアッパーか、よく合わせてる、ビオルゾーン、これはこれはピヨッパー、第中レイドはアッパーか、あとは変にスパコンとかもらわなければ、おお、いや強え、なんという強さだキムシーサーと、恐ろしい、これ本日 MVP だなこれはい、じゃあ次、ミー VS ベア、すごいな予選からこのハグネスプリ熱いぞさら気づいた、やりたいことやったらええねん、誰がコメントしたんだろうまあ確かに間違いない、あれ特にそうでしょ、 A グル使ってる人、 A グル使ってる人はもうやりたいこと やったもん勝ちでしょ、さ続いては、ベア VS にまたこの同じ系なんだけど体力差がまたあるこの試合、またこれピオリソードぞ、飛んでくるやばい、ちょっとミーサーのキャビひよったなあれは思わず飛びが出なかった、さああのねズーズーしく飛ぶところもねベアライデンの強みでもありますよ、ベアさんが飛ぶとなぜか飛びが出にくくなる、迎撃しにくい、さあそしてチュンリはファイヤーブレス飛行者をやり返した、しかしガードされる、これはピンチ、上りジャンプ台形連打さあ今日のベアライデンの散らかしっぷりは半端じゃねえ、しかしこれがまた強い、大将に出てくるわ、列車にケースアウト、おジャストから投げる、これスタート近いんじゃね、回復したな、あの距離でも立ち台パンチを連打している
さあ中継出てくるな、ケイサーと、ケイサー対ケイサー、レシオは2対1。さあキャノンが入って、これ惜しい、おお、え、ミーサーのサーバント強えなもう追い上げてきたいつの間にか大将引きずり出してんのにほぼ無傷に近い。さあこれは全くの五分の状況、ケーブランカ対ケーサーバット、さあミーのケーサーバット攻める、肩に攻める、これピッタ近いぞ、ピヨッタヘール、これはベアブランカピンチ、安全にガードして、さあ今度は割りにいってる完璧だろ完璧だ、ミーさん本当強くなったなもう俺の道場発せんといてだんだん恥ずかしくなってくるんだこっちじゃあ次、ミーさんと、キムチさん、今度はループなしですね、勝った方が、2通貨確定。さあミーさんがレシオに消えサートで逆三立てを見せた中、キムチさんのね、シーサートもね、今日見てる限り相当飛びが見えてたり、コンボはあれでもね、それでも差し返しとかがね冴えてるから、今日はこのシーサートもあま簡単には通してくれない。さあどっちが2位通過で敗者復活リーグに行けるんだ。勝った方が勝ち残れる、負けた方は敗退するだけだ。さあシーキャビー対ケイサカット、スパイラル、さっきもやったがまた戦いちゃいましたねと。再戦で今度はシーキャビーが攻める番だ。さっきはねケイサカットのねペースだったんですけど、今度はしかしレイドは簡単にはてめえのペースにさせねえよと、すぐにレイドをパラシいった。しかし C キャビももうちょっとでゲージがレベル3溜まった。さあケースはたまらお怒りは近いがまだ怒ってはいない。さあ怒った、2度目の怒り、さあどうだ、 なんか手前で山本さんがすげえなんか絶叫してんだけど気になってしょうがねえ配信の実況できねえよすげえ気になっちゃったよ今、何事だよってお、いいね、あの中足判定強いよ。ちょうどね、あのギリギリ届くか届かないところでね、サガットが何か暴れたら全部潰せるっていう、あのギース側のね特権ですよ。さあ K 中に対し C ギース、キャラ的には C ギースが有利なのか、これは K ギースだったら K ギース有利だろうけど、 C ギースは果たして有利なんだろう。チュンディの、ね、攻撃がジャストを取って切り返しなんてことができないから、そこら辺ちょっと C ギースは苦労するんじゃないか。割れる、さあ割れそうだ、おうまい、よったー、ジャイキンじゃなかった。しかし C ギースが今度は優勢か、もういかれない、K チュンリーはこうどこまで頑張れる、いやースカシゲダン強えな、
あのギースのね小足飛び込み見せてからのね下段は入るよ絶対。だってゲンキック潰された後だもん。小足飛び込みで潰された後にねスカシゲダされたら入っちゃうって絶対。そして対戦的には K キャビー。さあ新ゲス強いぞ。マジかマジかー、デッドリー。じゃあ AK ピョルタがピョルタイ、あはは投げれ暴れ、なんとか命を繋いだ。首の皮3枚ぐらい繋がったの。さあどうだ、対象 C サート。今日のキムチさんの C サート本当強いぞ。しかしミーさんの K キャビも普段バーサスで鍛え抜かれてきたこの強さは昔と同じとは言わせねえよと。これスマホ変態どっちだ。いや怖え、逆転は可能じゃなかった。勝ったのはキムチ。じゃあね、キムチさん敗者復活リーグで2位抜け決定です。